ロウソク島は日本の中国地方、沖諸島の道後島北西部、大地区沖の海面上に高さ20メートルほど突き出した火星岩でできた小さな無人島である。行政区分としては島根県沖郡沖の島町に属する。ロウソク島の夕日ロウソク島は沖諸島を構成する島の一つとして数えられる日本海に存在する無人島である。島の面積は 0.0033平方キロメートル。この島は、先進予前期に噴出してできた火山岩で形成されている。名前の由来は、ろうそくのような細長い岩の形状。特に夕日が先端に重なった時に明かりが灯っているように見える様から。大仙沖国立公園の一部に指定されていて、祈願として観光地となっている。ロうソク島の存在は、沖諸島内では、 古くから知られていた。しかし、島外でも知られるようになったのは、第二次世界大戦後に観光地化が進んで以降である。現在では、島内で指売りの観光スポットとなっており、島で作られているも塩滝式の塩の商品名にも、ロウソク島の名が使われている。その反面、長らく沖を代表する継承地として知られていた、白島海岸への遊覧船の客が、 呂ク島観光に吸収されてしまっているとの指摘もある。以前は個人観光客の依頼に基づきボランティアが案内する携帯だったが2002年からは予約制の有料遊覧船が就航している。岩から20分ほどの距離にあるオモス港と福浦港が主な遊覧船の出港地となっており4月から10月のみ運航されている。ありがとうございます。